はい、こんにちは、村岡正則です。今日はですね、サングラス作りに来ました。で、釣りのサングラスといえば多分年間1万本とか作ってんじゃないかな、神奈川にあるね、宅配のメガネ屋さんで、ここが店舗なんですね。で、全国出張してるので、まあ地元に来た時ね、作ってる方も多いと思うんですけど、自分はここ来て作ってもらってます。で、今回ちょっと特殊なレンズ作りに来たんですが、まあそれはさておきで、初心者の皆さんがこんな感じで偏光グラスを作ったらいいか、釣り用の偏光グラスはどういうものがいいかをちょっと聞きながらね、作ってみようと思います。よす、こんにちは、お無沙汰してます。お久しぶりです。フレームフレーム、はい、こんにちは。ゴンフィッシュ、ゴンフィッシュ用です。はい、どうぞ。その前にあれやりたいです。何を？今ね、餌食わないんだよね。そんな時期がある、うん、でかくなった。くわー、餌食わないでしょ。暑いとね、ちょっと食欲落ちててね、こう膨らんでる時は餌食わないんですよ。ここうん、ここが膨らんでる時は餌食わないんですよ。そうなんだ。食欲なくて。かっこいいな、お前。元気な時だったらいいんだけど、ね、いやもう絶対トップで釣りたい口してますよね。作るのは浅瀬のボンフィッシュが見える偏光グラスで、もう日本中、世界中、うん、皆さんが作るやつがあるんですね。でも茶色かったですよ、ハワイの人も、うん、だからもうあの人たちも理屈抜きで分かってるんですよ、うんうん、もちろん技術、ね、長年の経験とあれもあるだろうけど、うんうん、自分より何メーターかな、5メーターぐらい前から見えてるんですよ、あそこが、うん、でなかなか自分もっつってるうちにこう泳いでるフォーカスだとそれが見えてくるっていうんですかね、しばらくすると5メーターぐらい後で、うん、シルエットで見てるんで、うん、シルエットを一番強調するレンズカラーが、もう言われた瞬間にもう即答で答えられるんですよ、これですね、これ一択と、もうブラウンよりもそっちの方がまたさらにコントラストが強いので、そうなんですね、だからもう石垣とかもう土砂楼の船長さんたち、はい、やっぱりブラウン系を使うんだけど、やっぱさらにこだわる人は、浅瀬がこだわる人は、はい、このコッパー系の色を使うんですね。これはアクションコッパー、アクションコッパー、フルビューフォーカスだと眩しさはギラつきは取れるんだけど、うんうん、まあ要は魚見つけるのかまたちょっと目的が違うんですよ、ね、ここじゃ何にも分かりません、分かんないですよね、これはそういうもんだと思う、行かないと思う、そういうもんだと思って、CSを信じるしかない、そうですね、自分のレンズがハワイで使ってたのはこの辺ですよね、うん、眩しさを取るという選択と、うんうん、景色をきれいに見るという選択だったら間違いはないんですけど、最初イーズブルーでスタートして、うん、あれもしかして全然見えてないかもと思って、うん、テレビフォーカスにしたら、うんうん、一気に見えるようになって、うん、それでもまあガイドさんとまだ5メーターぐらい下がって、うん、まあ経験もとか技術もあるだろうけど、これ同じレンズしたらあとは技術の差じゃないですか、ね、めちゃくちゃ晴れてたら RC ブラウンっていうレンズがあるんだけど、はいはい、それってドツキを作ってないのでタレツキでしょですね、であればアクションコッパーですね、で、はい、フレーム、はい、フレームが大事、こういうフレームです、光が入らない、そうこれですね、これです、これ横からもう似合うとか似合わないとか、結局こうやりますもんね、その竿は脇に抱えてこうやって見てまして、だからね、村岡さん、これ似合うとか似合わないとか関係ないんですよ、もう見える、見えない、戦闘力ですもんねそういや、もういいですよ、いや、なんだったらあの水中メガネみたいなゴーグル、そうそう、いいですけど、要は水中ゴーグルみたいなところですよね、で、それで、うんまあ、ピックアップすると、うんまあ、ここ、これとこれなんですけど、はい、こっちの方がいいです、そうですね、鼻が高い、そう、レンズもでかいし、はいはい、ミラーとか入れます、うんうん、見え方は変わらないですか、未来で変わらないです、眩しさに強くなるんじゃないかとか暗くなるんじゃないかっていうのは、うん、もうその思い込みなんです、うん、ちょっと落ち着いた方にするか、うん、ちょっとあの柄の悪い方にするかね、あの善良な人間なんで落ち着いた方がそうですか初めて聞きましたどうですか、わかりました、この組み合わせで、はい、はいはい、じゃあそれでお願いします、ちょっと、はいはい、急ぎでやってみて、で、はい、ちょっと今回動画で、うん、初心者がまだ偏光グラスを持ってない人とか、はい、まあ、安いの使ってて、ええ、せっかくならじゃあちゃんとしたいいやつを作ってみようかって人が、うん、じゃああの宅メガさん来るとか、うんうん、店舗イベント行くとか、はい、まあ、もしくはどっかで他で革作ったとするとしても、ええ、まずなどうやって選んだらいいかとか、うんうん、まあ、まず1本目のレンズで、どういうふうに何が大事かっていうのを、ええ、アクションコッパーとかじゃなさそうじゃないですか、ない、ま、違いますねこれはなんか行き着いた果てのそうですね、もうなんかいくつか持ってる人はね1本目っていうの方が、まあ、自分の
動画の、ね、視聴者さん多いと思うんで釣り物にもよるんですよ正直結局な、うん、釣り物をやっぱりトゥルービュースポーツやっぱりトゥルービュー、うん、ここが軸、まあ、晴れ時々曇りの一日のうちの一番長い時間が日中っていうことで考えると、うんうん、朝晩の薄暗い時間はなしで、うんうん、まあ8時とか日が上がってきてからぐらい朝夕まずめ、うんうん、日が昇るまでとか時間短いじゃないですか、はいはい、だからまあこれかこれなんですけど、ね、まあ、川の釣りだったりとか、はい、ちょっと浅場の釣りだと、うん、はい、まあ、トゥルービュースポーツっていうのがスポーツの方が濃いんですよね。いや濃くはないんですよ、ちょっとグレーとブラウンのね中間色で濃さは変わんない。どっちがスポーツですか？こっちがスポーツってこっちがスポーツ、こっちがトゥルービュー、これがブラウン、はい、何ブラウン、ラスターブラウン、ラスターブラウン、これがラスターブラウン、この3つが基本代表的なレンズカラーになるんですけれども、はい、トゥルービュースポーツっていうのがこのグレーとブラウンのこの、まあ、いいとこをそれぞれ合わせ持ってるんですよね、うんうん、グレーってあの色を強調してくれる、うんうん、ブラウンっていうのはシルエットを強調するっていうもともとの色本来の効果があるので、まあ、どっちに絞れないなっていう方が多いので、まあ、この真ん中のこっち使っておくと、まあ、大概どこの釣りどんなものに持ってっても、まあ、対応可能かな。海のルアーとかだとやっぱあの水中をバーって通るベイトだったり、うん、なんだろうな、まあ、変更があってよかったっていうのはベイトとやっぱ魚をかけるかけないとかの、うん、下にし、うん、シータが来た時あれがヒラマサなのかフリなのか、はいはい、スズキなのかみたいな、はい、判断しやすいじゃないですか、うん、見えるとそれぞれね、そのものを見て判断が、うん、そのシルエットで判断してる人と色で判断する人って、うんうん、無意識にあるんですよね。確かに確かに、はい、でそれがもう自分は色なんだとか自分はシルエットで判断するんだって分かってる人には説明しやすいんですけど、うんうん、やっぱり初めての人ってなかなかそれがそうですね、はっきりと認識できてないので、うん、まあ、そういった意味ではこのトゥルービュースポーツっていうのはやっぱり釣りにおいては、うん、一番いいですね。一番万能ですね。シーバスにしてもブラックバスにしても、うんうん、はい、全ての、うんうん、あのありとあらゆる釣りの、ね、まあ、迷ったらこれっていうぐらいのレンズカラーかな。閃光の性能、うん、その要は斜めの光やシャッターとしてまっすぐ見た光だけを目の奥に入れてくるっていうのは安いレンズと高いレンズでやっぱ全然違うんですよ。全然違う、全然違う、全然違うんですよ。安いレンズって眩しさをしっかり抑えきれないから、うん、レンズ自体にかなりやっぱり着色をするので暗いレンズが多いんですよね、うん、はい、暗いレンズにすると眩しさはごまかしきれるんですけども、うんうんうん、自分たちが見たいこの岩陰とか物陰とかって暗いじゃないですか。それが暗いレンズで見てあげると見にくいんですよね。確かに、はい、であんまり暗くしないで明るい状態でギラギラだけを抑えるという反射を、眩しさを抑えるという相反することが、まあ、できる。じゃあいい偏光レンズっていうのは明るいんですね。そう、明るくて眩しくない、はいはい、これなんですよね、はい、相反すること言ってますけれども、それが一番できるのがアレックスかなと思いますよね、うんうん、その代表がやっぱりイーズグリーンなんですよね、うんうんうん、この明るさだと他のメーカーさんだと偏光度ってもう60、はい、70、うんうんうん、やっとなんですけど、これ 90% ぐらいあるんですよね、はい、ですね、うん、なんか他のトッププロを見てても、うん、まあ朝夕の釣りが真面目な釣りの延長で、うん、イーズ使ったまんまの人多いじゃないですか。そうそうそう、そのままかけちゃってる人いますよね、うん、究極言えば濃い色の濃い方がいいんでしょうけど、そうそう、楽だからね、全部できちゃいますもんね。そう、これでも 90% 以上カットしてますから、うんうんうん、明るくて、でも究極の理想って透明で眩しさ全部抑えてくれたら一番我々アングラーにとって理想なんですよね、うんうんうん、はい、やっぱり直接入ってくる光の眩しさもあるので、どうしてもある程度の着色は必要なんですよ、ね、そうすると初めての一歩は、まあ、でもやっぱりトゥルービュースポーツですね。トゥルービュースポーツですね。オフショアとかね、やっぱりあの浅場じゃなくて深場が中心の釣りの方はトゥルービューがいいと思いますよ、はいはい、もうそんな水深10メーター未満の岩や根を見るわけではなくて、うんうんうん、見るとしたら潮のよれだったりね、うんうんうん、潮目だったり、はいはい、鳥だったり、そしたらトゥルービューがいいと思います。淡水とかちょっと浅場の釣りだとトゥルービュースポーツ、うん、あ、スポーツがいいです。そちらも共通して朝夕まずめ曇り雨の日はイーズグリーン、うんうん、そうですね。だからまあ、うん、日本持つとするとこうなる人が多いですよね。そう日本目がイーズグリーンって人多いですよ ね、 そうですね。だからこれとこれ、はい、もしくはこれとこれの組み合わせが、うん、まあ、ベストです、ね、ベストじゃベストですよね。ちなみにあのミラー加工、まあ、自分もしたりしなかったりなんですけど、あれでなんか変わるんですか？変わんない。
え、こっちから見た時にはあんなにミラーでも何も変わらないですか？変わらないですね。え、なんで変わらないですか？変わると元々のあの元々の性能のスペックを変えちゃうとやっぱまずいでしょ。それもあるんじゃないですかね、メーカーさん的には。ミラーはファッションですよ。これどっちもミラー、あのトゥルービューのシルバーミラーとトゥルービュースポーツのシルバーミラーなんですけど、そうです。これはじゃあもうただのファッションで、でも可視光線透過率って明るさが 1,2% の機械スイッチで、ね、1,2% 変わるんですけど、人間の五感では機能性レベルなので、まあ変わらないと思った方がいいと思います。たまになんかネットとか見ると眩しさに強くなるとかミラーを入れると暗くなるっていう情報がバーッと拡散されてるんですけど、うんうん、1,2% っていうところを、そう、まあそれ機能性レベルかなと。このなんか変更グラスしてて、目の奥が見える見えないってあるじゃないですか、ええ、それはやっぱりミラーの方が見えない。見えないです。あのトーナメンターの人とかで、視線をどこを見てるかをこう隣の人に気づかれたくない、うんうんうん、エリアのお客さんとかね、うんうんうん、そういう人はミラーを入れて、なるほど、ね、あと魚を持った写真の時に早くリリースしたい時にミラーを入れてると、瞬きした瞬間に撮られてもわからないじゃないですか、うん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 、だから入れたいっていう人たちもいます。そういう目的だったりだと思うんですけれども、なんか眩しさに強くなるんじゃないかとか、そういうなんか別のなんかこう期待を持って選ぶんだったら間違いですよっていうことですよね。なるほどね。じゃあまあファッションとちょっとした機能があるのがミラー。実際あの高級感出ますからね、うんうんうん、あのオーダーメイドっていう、うん、あ、確かに、あ、自分だけのミラーレンズはオーダーメイドがほぼ、そうですね、あんまり既製品は少ないですよね。まあないわけじゃないんですけど、こうやってブルーも選べるとかね、ブルーミラーも選べるとかシルバーミラーが選べるとかで、こうなんか一つ一つこうオプションをつけていくって、あの、うん、これ車のね、はい、オプションを充実させてるみたいで、かっこいいって、ね、楽しいじゃないですか。これ車のウィンドガラスにこうしたら車検取んないんですか？そうですね、これは夜危ないです。トゥルービュースポーツかトゥルービュー、うんうん、なるほど。そうですね、シーバスだったらやっぱりでもこれからスタートする人多いですよ、はい、うんうんうん、あと自分すごいなんかやっぱ42ぐらいかな、歳ぐらいからその老眼が出てきて、うん、ええ、でそのレンズの下半分プラス 1.0 とかああいう同位レンズじゃないですか、ええ、そうするともう断然ノットが見えたり、これもナイトレンズなんで、ね、まあ、ナイトレンズとしての度はあるけど、いわゆるメガネとしての度はなくて、うん、でも下だけ老眼が入ってて、うん、これなしじゃないともう P ラインが結べないし、人も通せない竿先にお年寄りですか、ね、はい、だから、まあ、全ての変更に入れてるんですけど間違いないですよね。最近村岡さんとかバハマさんのエンジン同様かけてるっていうところも徐々に知れ渡ってるのか、希望する方増えてますよ。老眼がポンと入ってるわけじゃなくて、ちょっとずつちょっとずつこう度が強く下に向かっていくに従って入ってくるんですよ。あ、そうですよね。真ん中がゼロでいきなり 1.0 がポンと入るわけじゃなくて、0.00 から 0.25、0.5、0.75、1.0、1.25、1.5 って徐々に強くなるんですね。そうそう、だからなんか夜は強い度が欲しいじゃないですか。そうそうそう、で日中いらないじゃないですか、うん、だからあのこのかしげ度合いが変わりますよね。そうです、そうそう、あんまりだから下を使わなくても昼間はいいけど夜は結構下の方を意識してみないと見えないですよね。そうで、アジングの時はこの一番下の一番度が強いとこ使わないと見えないで、そう、こうなってます。ざんなります、ね、こう見て。アジングもやるんですか？たまに、たまにやるんです。初めて知った。もうあのガイドに、ね、ただでさえ風でピロピロ言う、ね、リーダーを通さなきゃいけない。いや、だからあれ、矢部さんとかベテランのアジングの人いるじゃないですか。うんうんうん、どうしてんだろうと思って、絶対こんなんだよ。あ、遠近しかないですね、それは。それは、ある程度言って限界が来たら、老眼の度を上げればいいですよね。そうですね、もうこう、はい、話したくなってきたりしたら、自分も2段階ぐらい上げましたかね。そうですね、多分 0.5 っていうのを入れて 1.0 にして、今 1.5 だったかな。 1.0 からスタートしてます、ね、1.0 からスタートしたんですけど、うん、ここがちょっとあの初めてだったから、うんうん、少しあの遠方優先して老眼の方を逆にちょっと下げて作ってるんですよ、うん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 、である程度慣れてきたら老眼の方を少し上に持っていくように、度数だけじゃなくてその目のポイントもちゃんといじって買ってながら、あんまり多分説明しても聞いてもらえないだろうなと思ったから。そうです、いやでもめっちゃ違和感がないですよこう。そうですね、まあ、一番初めてつけた時だけ階段降りると階段の、あ、そう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 、距離感ね、うにょっとするんですが、あれをあ、こういうことから踏み外さないように気をつけなきゃって思ったんですけど、多分こう見るのが
癖なくなって、うんうん、結局その小波ブロックとかでちゃんとした、うん、顔が下向くようになったので、ああいいことですね。今はこの老眼レンズのおかげで何かが歪んで、うんうん、危ないとか転ぶとかミスするってないですよね。すっかり慣れてますからね。顔の向きか、顔の向きの使い方を覚えたってことですよね。そうで結局みんな恥ずかしがって変なの迷信を信じてね、かけるとね度が進むとかね、うんうんうん、思い込んでる人が あれって普通の近視でもどうなんですか。いやもう全然ただの迷信なんで。迷信なんですか、うん、じゃあそもそも近視であのどんどん進むときは、うん、そもそもその眼鏡があるんじゃなくて成長期ですね。成長期で進むんですか。進みます。もう近くが見やすいように、うん、言い方する進化してるわけですよ、うん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 、遠くよりも近くが見やすいような目に変わってるわけですよね、うん、それはやっぱそういう環境だから。そうそうそう、近くの見る機会の方が圧倒的に多い人はそうなるんです。自分ドラクエあるじゃないですか、ドラクエ1が出て眼鏡つけるようになって、はい、2が出て悪化して、3が出てさらに悪化してドラクエが出るために悪化したんですよ。だからやっぱりよくテレビゲームは目が悪くなるっていうのはそうなんだろうなと思ってます、ね、当たってます、当たってますよね。テレビゲームよりも遠くのものを見る生活が長ければ今度そっちの方に目が順応するから決して近視は進行しないんですよね。あとね40過ぎて進行したって誤解する人が多いんですけど、もちろんあのしないとは言わないんですけどね、あの目が疲れるんですよ。常に目が疲れてるからいい視力が出なくて遠くも近くも見にくくなって目が悪くなったって錯覚する人がいるんですね。眼性疲労っていうのも大きいのであの何でもかんでもちょっと見にくくなると目が悪くなったんじゃないか、近視が進行したんじゃないか、老眼が進行したんじゃないかと思うのもちょっと早いんですよね。いや自分なんかそれが気になってコンタクトレンズ屋さん行ってはちょっと強くしたり弱くしたりして、そうそうそう、はまんないんですよ、いい感じで。そう、それただの眼性疲労なんで、まあ、術中にはまっちゃってるわけですよね。毎度ってよく寝たら戻ったってですよね。そうそうそう、それもかもですよね。眼性疲労っていうのは忘れないでほしいですね、うん、でじゃ あ, まあレンズがこの辺だってなったら、はい、フレームですよね。フレームってどういう基準で選んだらいいんですか、うん、初心者の人、見えるフレームと、うん、結局どんないい偏光レンズ使ってもそのレンズの、ね、見え方をこう生かしてくれるフレームのデザインってやっぱりあるんですよね、うんうんうん、究極は それですよ。一番はこれですよね。ゴーグルってことです。あ、ゴーグルタイプね。この横、やっぱ横の光が入んないのが一番。うん、サイドから光を入れないっていうことですよね。全然違いますか。ブラックバス の本当に水中の中見てやってる人たちはもうほぼこれですか、うん、みんなそれは買わないですけど、ああ買わないんですけど、うん、ちゃんと自分は説明もするんですよ、うんうん、こういうフレームが見やすいんですよ、うんうんうん、であとはその人の好みですよね、うん、じゃあファッションと機能どっちを取ってるかそういうことです。そういうことです。だからみんながみんな機能で選んでないんですよ。でこういうのもよく売れるんですね、うんうん、でこうやって3万円ぐらいフレームするんですよ。こういうこうがっつりとこうガードしてあげる方が見やすくても安いんだけどやっぱおしゃれさとかっこよさ、値段はこっちの方が全然手頃でもやっぱり見やすいデザインっていうのがあるんですよ、うんうんうん、とにかく上下左右から光を入れないデザインのフレームに入れてあげると偏光レンズの特性はかなり活かされるんですね、はい、ここの高さはどうですか。レンズのこれをはめるわけですよね。そうですね、削ってね。だからもったいないじゃないですか、上とか下捨てるわけですよね。それせっこいことは言わないもんなんですか。これはなぜこうなってるかっていうと、はい、帽子を深々とかぶってもう当たらないようにしてるわけですよ。そういうことか。ちゃんとメーカーさん考えてるんですね、ゼクーさん。分かった分かった、はい、あ、ちなみに自分は、うん、老眼入れるじゃないですか、うん、そうするとこういう低いレンズだと老眼が結構タイトじゃないですか。そうです。だからやっぱすごいそこが影響出やすいん で自分はこう高い、そう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 、高さがあるレンズにすると、はい、今度帽子をギュって深々かぶりたくても、はい、鼻がくくくなっちゃうじゃないですか。いやいやいや、痛くなるんですよね。で結局帽子がなんか浮いた感じになって、うん、なんかいまいちこう抑えた感じしなくて、そういうことなんですね。理由があるんですよね。で淡水の照り返しってそんなに強くないんですよね、うんうん、どっちかというと淡水向きなんですよ、この上下幅が狭いのは。でこれ下からの照り返しってオフショアの場合ってすごいじゃないですか。じゃあ海はレンズが高いのがいいです、ね、高さでいいんですか。そうですね、高さがある方がいいですね、はい、高さがある方がいいですね。横は変わんない。横はまあその人の顔の大きさですよね。 あと曲線、曲面、ここがもうまん丸の、ええ、クスジャパンのヒデとかが してそうなの、ハエっぽいやつとか、うん、虫っぽいやつ、うん、ああいうのはやっぱ変更が歪むんですか。いや、そんなことですよ。それ変わんないんだ。8カーブ濃いんですよね。あ、そうそう、まさにこれニョンって。あれが似合う人かっこいいですよ。小顔な人しかなんか似合わないんですよ。人によってこの
曲線、うん、これのカーブがなんか微妙に距離感のズレを生じたりするのがあるんですよ、はいはいはい、これ6カーブ、はい、これ4カーブ4カーブ、カーブの度合い、うん、そうですね、数字が低くなればなるほどフラットに近づいてる、うん、見えやすさは変わんない、いや理屈的に言えばもう当然こう覆ってしまった方がいいんですけど、でも覆いすぎるとほら風抜けも悪いし、暑かったり熱気がこもったりするので一応一旦あるんですよね。このレンズをなんか熱加工で曲げて使うんですか、それとも最初からこう曲がったレンズが、8カーブ、6カーブ、4カーブっていう、あ、もう比較があるわけですね。そうそれはめる。でこれがその4カーブ、6カーブ、8カーブでピシッとしてるわけではないので、はいはい、この届いたレンズのカーブに合わせてフレームのカーブを微妙に修正するんですよ、うんうんうん、そうすると歪みがなく綺麗に仕上がるんですね、うんうん、この辺はメガネ屋さんの仕事ですね。変更向きがあるんですもんね。5度以上向けてしまうと変更度が弱くなります、弱くなるね、はいはい、10度傾けると、まあ、全く変更じゃなくなるので、まあそれでいいフレームといいレンズを選べますよってことですね。そうですね、だからもうファッション優先でもう光は入ってきてもいいから、うん、自分が好きなデザインのフレームをかける人はそれでいいんですよ、うんうん、まあ、それでも全然見えますよね。そうです、見えます。あのレンズが大事で、そうだフレームが多少おしゃれに触れるってことは、まあ、そんなにあのその浅瀬のボンフィッシュ探すとかじゃない限りはあれはこんな、ね、白い砂の上の白い魚を探すみたいな世界なんで、もう本当にシビアな変更なんでしょうけど、もうあのツイッターで物岡さんのツイッターで、あ、なんかボンフィッシュやってるなっていうのはしてたんですよ、うんうん、でその後いただいた LINE で、うん、あれが見えるやつって言ったからすぐピンときてなるほど見えなかったな、現場の写真を送って次もうすぐ行くので、はい、もうもっと見えるやつを用意していきたいなって。そうですね、であれ前味噌としては当然じゃないですか戦闘力のキャストテクニックとかあらゆるテクニックを超える戦闘力を手に入れるのが変更レンズです、うん、あの次はそうですよ、そうです、見える見えないでね、はい、聴覚が変わるわけですからね。ブラックバスとかの浅瀬のやったことないですけど、うん、見て釣る釣りと一緒で、はい、見えなかったら釣りなんない、うん、そうそんな世界でしたね。今回のご要望の目的がものすごくはっきりしてたんで、はい、即答でお答えできました。ありがとうございます。これにさっきのフレームですね。そうですね。自分はこのマニアック変更レンズ4個目ぐらいに作るようなね。そうですね。ライギョの人もこれよく使うんですよ。あ、確かにライギョの人茶色い。あの頭どっちに向いてるかどうかとか、うん、濃いかライギョかわからないのっていうのは、うん、頭向いてる方向に投げないと反応しないんで。確かにガイドと自分のボーンの位置分かっても、うん、ガイドはボーンが左に行くって。あ、そうそう、それです、ライギョと一緒ですね。自分にはもう見えるんですけど、緑、白緑でぼやっと、はい、どっちに頭向いてるかまで分かんないですね。それが動いてくんないと。でもガイド確実に左向いてるから、確かに見えてました。ガイドはどっち向いてる、ね、頭なんですよ、どっち向いてる。あ、できた。はい、全然違います。あ、曲げ直してる、はい、しっかりかかると思います、はい、頭最後変更で1つ教えてほしいんですけど、はいはいはい、まあ、やっぱり2万円、3万円ぐらいのいい変更レンズを作るじゃないですか、そうすると多くの人が考えるのはこれを傷つけないようにして長く使いたいじゃないですか、はい、一番やっちゃいけないこと3つぐらい。そうですね、まず1つはタオルやハンカチ、 T シャツで絶対拭かないと。あ、そうなんですか、俺って言うこれダメなんだ繊維の生地が粗いからね。やっぱあのメガネさんのあのクロス、そうですね、クロス砂ぼこりがついてそうなのは論外ってことですね。先に水洗いをすることですよね、うんうんうん、だからどんなに優しく丁寧に拭いてもメガネ屋さんのメガネ拭きを使ってもそこにあの砂ぼこりが混じったらもう研磨してる状態になるから、ただ砂ぼこりがちゃんとついてるかどうかの確認をしてから拭くぐらいですね。まあ半日つけたらそれなりしぶきで塩がついたり、やっぱり鼻の油で触ったりでベタベタついてくるじゃないですか、はい、どうすればいいんですか、あれはね、一番やっぱりあの取れるのが、これ一枚一枚の使い切りになってるんですよ、ウェットティッシュ。だから力で全部取れるんですよ。ああ、うん、自分もこれ使ってますね、うん、これはあれですよね、強烈なアルコール臭するけど、なんか綺麗、さっぱり綺麗に、で力入れずに乾いた後に水垢が残んないじゃないですか、うん、そう。でなんかよく飛行機乗るとウェットティッシュ今配るじゃないですか、うん、あれで iPhone からメガネが拭くんですけど、もうメガネはあの水玉が残るじゃないですか最初に拭くのになんかめちゃくちゃ残るじゃないですか、これ残んないですよ。特に海とかだと、はい、あの日焼け止めだったり汗とかがついちゃうと、はい、もう拭けば拭くほどこう広がるんですよね、うんうんうん、あのぬめりが、はいはい、でそれをまた取ろうと思って今度強めに拭きすぎて、はい、傷つけちゃうんですよね、爪が当たったりとか。
自分はいつもお風呂に持ってって、まずしっかり濡らして、このボディーセームシャンプーか、ハンドウォッシュあたりをつけて優しく塗りたくなって、でティッシュペーパーで拭くんですけど、やめた方がいいですよね。結局あれもどれが相性が良くて悪いかっていうまでも、もう無数にああいうの出てるから、中には強い成分のものもあって、で分かんないんですよね。そのコーティングが傷んだら困るので、傷むってわけじゃないですよ、傷むとは言ってないですよ、傷んでは困るので、もうすごく薄めてほしいんですよ。なるほどなるほど、うん、原液を濃縮したものをね、こう塗りたくってやったらどうなるかわからないので、すごく薄めてやる分がいい。ちょっと泡立てるぐらいでやる欲しいですかね。これ全然案件じゃないから。すいません。いやでもちゃんとあるんですよ。よちゃんとあるんですよ。こういうのが安全なのが。だからもうダメになったらまた買えばいいやっていう消耗品として割り切っている人もいるんですけど、高価なものだから長く使いたいなっていう人もいるんですよ。じゃあ一つ目は丁寧に手入れしましょうと、うん、そのためにやっぱこういうものは用意された方が確実ですよということです。わかりました。置き方はこんな感じでいいんですか。うん、左レンズがこう、これがダメ。そうですね、こっちから左から畳んであげて、左ですね。そうですね、だから自分がもう青ざめのあれですね、落とした時に、うん、こっち向きにコンクリートに落ちた時にもう生きた心地しないじゃないですか。しょうがないですよね。やっぱ普段つけっぱなしだからないんですよ、ね。一本吸った時とかにやっぱ雑誌とかだとサングラス外してもらっていいですかって、その時帽子かロゴが隠れるのを後ろにつけたり、うん、でこうとっていろいろした後に、うん、ああよかったよかったって帽子を脱いじゃったりした時落ちて。ガラガラっつってね、そういう方はやっぱり予備が必要ですよね。そう思って毎年1本作って型落ちを予備にして、やっぱテレビュースポーツが3本、ビーズ、まあ、グリーン3本と、まあ、こういったもの濃いやつがテレビューフォーカスね、とかよく使うテレビュースポーツとビーズグリーンは2、3本で回して何かあってもいいように。あとねこの間ねイーズブルーね、イーズブルー、はい、イーズブルーとイーズグリーンはもう性能ほぼ一緒。全然違います。あ、全然違う。イーズブルーはまあ、日中用ですね。ああ、うん、ね、動画でなんかいろいろ言ってましたけど。昨日の夜たまたま見たんですよね。間違った。イーズグリーンはローライト用。釣りのプロなんてそんなもんですからね。いやいやいや、素晴らしい。専門家には可能です。いやいや、ちょっとファッションアイテムなんですかね。そうですね。空と海が青く綺麗に見えて、うん、気持ちいい。ハワイの空にイーズブルーは最高でした、ね、そうでしょう。運転で使っててもちょっとガスったね、青空が綺麗な青空に変わるし、そういうちょっと遊び心、気分が良くなる、うん、あと日差しが強い時に青ってなんか清涼効果が涼しげに感じるんでね、そういう効果もあって、それで季節限定なんですけどね、自分も気に入ってるんで、はい、運転用と釣り用分けて使ってるぐらいですね。お金がいくらでも足りません。そうですね。まあそのために働きましょう。はい、はい、って感じで、はい、いろいろサングラスのね1本目作るねお話聞かせてください。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。はい、これからメガネ屋さんとは思えない内装ですね。どう見てもメガネ屋さんでしょう。どう見てもガンダムとヘドネとウルトラマンとゴジラ。これは50代の社長の趣味だ。でかっ。エギングの時ね、ブームだったからね。3キロってあんなでかいですか。そうそうそう、そう。でかっ。ちょっとビビりますね、水中から出てきたら。あの魚たくさん。おー、育ててます。